どうも、お酒を二十歳になってからまさやんです。こんばんは。2023年の9月の4日でございます。お疲れ生です。朝日生ビール黒生飲んどります。いやー、部署変わりましてね、10月2日から新しい部署で働いておりますけれども、半端ね、半端ないっす。うん、特にまた覚えることが多いのでね、もう1週間ぐらい働いた気分ですけど、まだ3日しか経ってないということで、久々ですよ、こんなにね時間が遅く感じるのは。まあ1日1日は早いんですけどね。やばい。で、昨日届いてまではまあまあうまくいってたんです。今日ね、大失敗してしまいました。私のね、甘さでしたね、認識の甘さ。どえらい怒られましたけどね、お客様に。でも、ね、いい怒られ方だったかなと思って。ただなんか怒鳴ったりするだけじゃなくてですね、途中からはしっかりこう、正論の筋の通ったお叱り。そしてね、まあ、途中笑顔交じりに、今後のことについてね、いろいろ、激励の喝では、かな。たくさんいただきまして、いや勉強になったわ。よかったと思います。はい、ということでバタバタでございますけど、はい、なかなか動画撮れておりませんが、いきましょう。一週間ぶり卒の日第三国志でございます。はい、千尾くんもう触れてない。1日1、2回ぐらいしか触ってないですね。朝と夜ぐらい。昼も触る、昼休憩も触る時間ないです。はい。まあ、そんな感じでやっておりますが、現在、千尾でございます。そして、10月7日にエントリーでございます。関東総方でございます。お世話になるのが、絹の道でよろしいんでしょうか。読み方はわかりませんが、はい。こちらでお世話になります。よろしくお願いします。そして、10月7日は、スターだ。できそうです。できそうなんで、かましたいと思います。はい、そして関東総方なんですが、こちらのシーズンはですね、どうやらいろいろ前茶でもいろいろ私の個人でもね、なんかいろいろメッセージとかいただきますけども、海外勢のねトライアングル、昔の天下国主将軍みたいな、この新世界ブラザーウララみたいな、ウラーみたいなが、なんかずっと一緒なんですかね。600人で、なんかかなり強力な同盟ということで、海外勢らしいです。私は一回も多分ね、同じサーバーになったことないんですね。まあ、その後どうなるか、他日本で勝負するのか、まあ、ショータイムがいますよ。かなり強力なね、同盟、ショータイムとうち、あと他にもね。これ2つのサーバーに分かれそうにないですね。まあ、これから滑り込みの同盟がいるかもしれませんが、その600人規模のね、同盟をどうするのかっていう、これがね、まあまあ、いきなりとんでもないことになるかもしれません。まあ、来季スタダできますと言いながらも、普段ほとんど触れないような気がしますのでね、またやらせていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、で、来季なんですけども、スタダ、スタダ何で行くか迷ってます。実はね、ユミリョフ、もう一回やっちゃうかと、ちょっとタグランドります。ユミリョフ、オービジン、オービジンをね、フルレッドにしたので、はい、もう餌せずにね、保護しておりますんで、オービジン、チャーキーで。こうなると盗賊一発目、出せる。軍長戦とかいたらね、もちろんそっちも使えるんですけど、いないので、スタダはこれで行くか。新兵対象隊がね、非常に迷ってますね。対支持2期連続使ってきましたが、その後どうするか、はい、検討中でございます。どうかな、新兵対象で今ちょっとね、遊んでるのはこれですね。難しいですけど、なかなか。まあ、戦法経験値がなかなかもらえないので。この、シュシュン。まあ、シュシュン結構僕好きなんですよ。昔も結構使ってたんですが、最近お目にかかっておりません。まあ、ちょっと強化されたと言ってもね、それほどでないんですよね。
さらに次に受けるダメージが大幅減少というだけですからね。次に受けるダメージですからね。そこまででもない。どうしよう。まあ、順位区使いたいのもあるし、9000点に入ったので、技能地形やってみるか、でも、閣下いないしなとかね、思っております。まあ、高村さんは確定でございますけどもね。あと、食器場ね。やろうかなと思います。で、ただね、来期の舞台を考えるときに、ちょっとね、いつも通りではないっていうのをね、ちょっと見ていきたいと思います。これがね、来期の一番面白いところでございます。ありゃ。おー。先輩レベル全部1なんでね。ですけど、おー、関東双方ですね。まあ、こういう資源庫とかの、こともあるんですが、これですね、兵種。兵種を変更できる。ということで、どんな武将もですね、軽騎兵、重騎兵、鉄騎兵、重歩兵、長槍兵、近衛、長級兵、土兵、獅子に変えれることができるということでございます。ただ普通に徴兵するのはできなくて、軍備っていうのが、まあ、1軍備1兵士と考えていただければいいんですけど、軍備というのを獲得して、その軍備の数だけ徴兵できるという、まあ、放火連城の仕様ですね。私、放火連城やってないんで詳しくわかんないんですけど、軍備だけ5部隊分とか多分できないんですよね。全部が全部これ兵士変えたら軍備が足りなくなるので徴兵できないということになりそうなので、まあ、1部隊とかのみ特化するとか、1部署とかな、ね、とか特化するっていうことで考えていくとか、面白いんではないでしょうか。まあ、特に見るところですよね。やっぱり、長級兵とかね、獅子っていうのは、まあ、獅子はまあ、攻撃力減るんですけど、捨てが上がる。長級兵は、攻撃距離がね、1伸びるというような先行効果がつくというところで、非常になんか強そうな気がします。例えば、高村さんの馬長とかなんですが、こちらを例えば長級兵に変えると、距離4になりまして、中衛に置くと本営まで届く。曹操だと強盗でね、曹操と組むと、本営でも相手の本営まで届くって距離が伸びる。なおかつ2ターン先行というところで、非常に強力のではないかなと思います。そしてね、例えば、これね、兵種、長級兵と見ると、攻撃距離1とね、2ターン先行。それと強いのがね、こちらですよ。技能ですね。技能が、例えばね、チリ戦車。よく使いますね。新兵対象隊とかチリ戦車ね。これね、馬長をつけても十分に強いですよね。中衛。の場合は防御知略16アップ。正射がつくと最初の3ターンが全て 15% アップ。直射でもね、与える 10% 増加とか。分配状態みたいなね、3射。これとかもう、めちゃくちゃいいでしょ。牙となんか相性良さそうなんですよね。はい。で、どなたかなんか、義援とかにつけてます。前回のライブ配信かな。義援とかにつけてますよ。で、長級兵ね。これ、長級兵いいよな。弓はいいよ。弓はいい。で、あとね、見るのが、長槍兵じゃないわ。これですね、離陣。離陣ですね。例えば、馬長を長槍兵にして、離陣だと、攻撃が66アップなんですよね。ばっくり上がる。この二陣がね、なかなか面白いですよね。あと何をつけるかね、馬長とかだったら。ちょっと困るけど、ダメージつけるか。そうですね、どれかわかんないけど。ちょっと防御アップをつけるというとこかなと思いますけど。ですが、来期は、まあ、普通のテンプレっていうのがありますけど、例えば自分の組む舞台プラスどう兵士を変更してより強力な舞台に変えていくかっていうのは、これ一つね、肝になると思うんです。なので大幅に、まあ、変更するとかっていうことはないかもしれませんが、舞台をね、やっぱりさっきの言ったように、騎馬のね、武将をですね、弓とか歩兵に変えるっていうことは十分にあるのかなと思います。弓は弓で強い気がするんですね。十分にね、弓はなんか変えなくても良さそうな感じもしますけどね、
か刺繍も面白そうですよね。こういう距離減らすって意外と、ね、類実とかの、ね、類実とかで考えれる舞台、対類実で考える舞台ですし、チリとこのムーイかなつけると、ね、すごいあのステータスが上がるんでね。知略低い部長とかも補えるし、うん、かなり面白い感じはしますよね。はい、ということで全く頭が回らない、でございますけれども、でも今日メンテナンスなかったんでしたっけ？ない？ないんですかね？今日水曜だよね。もう曜日感覚もわかんない。水曜だよ。うん。メンテナンスなかったですね。はい、ということで、スターだ！なのか、なんとかやりたいと思いますんで、よろしくお願い申し上げます。お酒を二十歳になってから、まーせんでした。